ナガンです。今日はインターネットのヤホーで買った苔が届いたのでストックしていきます。これは弓苔といって、ちょっとトゲトゲした感じのものです。両方羊苔なんですけど、なんかもしゃっとした感じですね。今回は弓苔のストックをやっていきたいと思います。この黒い部分を花根と言います。苔はこの部分からあまり栄養とか水とかは吸収しないそうで、自分を固定しておくための部分と考えていいと思います。なので苔は土がなくても育つんですね。花根のところにそのまま土がついていたりゴミがついていたりするので、それを洗い流します。完全に洗い流すのは無理なので、適当なところで切り上げてください。本当は虫とかを防ぐには一晩水につけておくのがいいらしいです。今回ストックに使うのは、以前紹介した無印良品のガラス小物容器台です。これの半分を覆うぐらいのハイグロロンを用意します。で、そのハイグロロンの上にですね、苔を置いて軽く押し付けます。そうすると花根部分がハイグロロンとくっついて、なんと立ててもそのまま苔はくっついたままになります。で、ハイグロロンは水に濡れているとガラス面にくっつきます。なので結果的に瓶に苔の壁ができます。こういうふうになんとハイグロロンだけで苔の壁が作れます。立てても大丈夫です。これでストックしておきます。密閉瓶に入れておく方法もあります。こちらの方が一般的なんじゃないかなと思います。ソイルを入れてですね、その上に苔を置くだけですね。苔によってはソイルに植え込んだ方がいいものもあるみたいです。この密閉瓶で育つ苔っていうのはイコールパラダリウムで、すごく使いやすいということになります。どういうことかというと、まず高湿度で育つということと、風通しが良くなくても育つということですね。簡単に言うと蒸れに強いと言ってもいいと思うんですけど、この辺の苔の選出に関してはまた次回以降苔研究の動画でやっていきます。苔はいろいろ種類があるので、名前を書いたりラベルをつけておいたりするのがおすすめです。今日はこれぐらいにしておきます。バイバイ。